我が子を喰らうサトルヌスは、ネーデルランド、バロック期の巨匠ピーテル・パウル・ルーベンスが1636年から1638年にかけて制作した絵画である。油彩。主題は、ギリシア神話のクロノス人がメガミレアとの間に生まれた、子供を飲み込むという有名なエピソードから取られている。ルーベンス最晩年を代表する作品で、スペイン国王フェリペ4世の発注によって、 エルパルド山中に建設された資料館トゥーレデラ・パラーダの装飾のために制作された。現在はマドリードのプラド美術館に所蔵されている。ヘシオドスの新透器によると、クロノスは自分の息子によって倒される運命にあることを父ウラノスと母がやから聞いていたため、妻レアーが子供を出産するたびに飲み込んだ。深く悲しんだレアーは両親の助言に従って、 クレタ島のアイガイオン山中でゼウスを出産した。ガイアは大岩に産着を着せて、クロノスに渡し、クロノスはそれを岩だと気づかずに飲み込んだ。生まれたゼウスは密かに育てられ、成長した後にクロノスらキタン族を打倒した。クロノスは、ローマでは農耕神サトゥルヌスと同一視され、オイデウスもこの神話をサトゥルヌスの物語として、祭り歴で取り上げているほか、 カマを持つ神であることや、ユピテルによって王権を奪われた後に、世界中を放浪し、イタリアにやってきたことについて触れている。フェリペ4世は1636年に改築が終わったトゥーレデラ・パラーダの装飾のために、ルーベンスに神話が63点、資料が50点に及ぶ膨大な作品を発注した。 これはフェリッペ4世の弟で1630年からスペイン領ネーデルラント総督の座にあった数奇教フェルナンドでアウストリア親王を仲介して行われたが1621年から1625年のマリー・ド・メディシスの生涯1630年から1635年のイングランド国王チャールズ1世から受けたホワイトホール宮殿の装飾事業を超える 大規模発注となっただけでなく、納品までの期間が短かったために、ルーベンスはフェリペ4世に許可を取り、死体を描いた上で、ヤーコップ・ヨルダーンス、ヤンブック・ホルストなどかつての弟子であった画家たちに、発注の大部分を委託しなければならなかった。このうち、ルーベンス本人が完成させたものは本作品を含む、約15点の重要な作品のみと見られている。制作もまた、 フェルディナンド数奇教の監督下に進められ、1638年には大量の作品群がマドリードに発送された。最後の審判の聖バルトロメウス。不況の際に捕らえられて生皮を剥がされたとの伝説から自身の皮を手にした姿で描かれている。本作品はウイディウス、祭り歴の詩にあるサトゥルノスの神話を描いている。 年老いたサトゥルノスは白髪を振り乱しながら、左腕に抱えた我が子を、今まさに喰らおうとしており、幼子は激痛と恐怖でのけぞりながら泣き叫んでいる。老人として描かれたサトゥルノスの肉体は若かりし、日の総検さをうかがわせるが、その肌はたるんでシワを作っている。さらに老齢ゆへの衰えを隠すことができず、黒雲に座り、前鏡になった。 自身の体を右手に持った大釜で支えている。ルーベンスの筆さばきは、筆の跡がそのまま肌のシワやたるみを表現する、カッタツぶりを見せており、老いた髪と艶やかで柔らかい幼児髪の肌を対比的に描いているだけでなく、赤子を喰らおうとする図を強烈なリアリズムを伴って、描き出している。背景全体は湧き立つような黒雲で覆われ、 画面上部にはサトゥルヌスを象徴する土星を二つの衛星と共に三連星の形で描いている。ヘンドリック・ホルツィウスによる同伴がキューピッドとプシュケの結婚式での神々の宴会。画面の右端にサトゥルヌスが描かれている。ガリレオ・ガリレイの1610年と1616 16年の土星のスケッチ。 サトゥルヌスの図像的厳選については、ミケランジェロ・ブオナローティによるシスティーナ・レイ・ハイドの主祭団背後の壁が最後の審判に描かれた聖バルトロメウスの影響が指摘されている。ルーベンスは1600年から1608年のイタリア時代に様々な古代彫刻やルネサンス期の巨匠たちの作品を模写しており、その中にはシスティーナ・レイ・ハイドのミケランジェロのモチーフ群もあった。 またより直接的な影響として、バルトロメウス・スプランヘルの原画をもとに、ヘンドリック・ホルツィウスが制作した、同版画、キューピッド・トップシュケの結婚式での神々の宴会の、サトゥルヌスの図像が指摘されている。ここではサトゥルヌスは、画面右端で、大釜を持ち、雲に座って我が子を喰らう姿が描かれている。画面上部に描かれた土星は1610年に、ガリレオ・ガリレイが行った、 土星の輪の天体観測による。当時はまだ土星に感があることは知られておらず、ガリレオの用いた性能の低い天体望遠鏡では、土星を中心に三つの星が並んでいるように見えた。ガリレオは、光点によって、見え方が変化する土星の感を困惑しながらも、記録しており、ルーベンスは、こうした、当時の天文学に関する最新の知見を取り入れて、土星を描いている。なお、 ガリレオの発見したものが、缶の形状をしていると分かったのは、ルーベンスの死後から15年が経った1655年のクリスティアン・ホイフェンスの観測によってであり、土星の衛星が発見されたのもこれ以降のことである。小屋が1819年から1823年に描いた我が子を喰らうサトゥルヌス。プラド美術館所蔵。本作品は、スペインの宮廷画家。 フランシスコ・デ・ゴヤが1819年から1823年に描いた我が子を喰らうサトゥルヌスに影響を与えた可能性が指摘されている。ただし本作品がサトゥルヌスであることを明示するために大釜を持たせているのに対してゴヤの作品ではアトリビュートは見当たらない。また本作品では犠牲者が幼児として描かれているのに対しゴヤの作品では幼児には見えないなどの相違点が 認められる。本作品以外にもルーベンスは、トゥーレデラ・パラーダのために、以下のような作品を制作した。このうち、ユピテルの雷を鍛えるウルカヌスや、ガニュメディスの誘拐といった作品は本作品とほぼ同じサイズのキャンバスに描かれている。いずれも、プラド美術館に所蔵されている。ありがとうございます。